はい、今回はですね、筋肉マンの最新話第350話の内容を踏まえてですね、まあ、今後の予想みたいなものをですねメインにお話ししていこうかと思います。そのため最新話のネタバレなどが含まれる内容となっていますので、視聴される際にはご注意ください。ということで、まずはね、早速、350話のおさらいからいきましょう。フェニックスとビッグボディはそれぞれの必殺技をマイティーハーキュリーズに仕掛けていきます。そしてついに至高のコンビネーション、ゴッドブレスリベンジャーを完成させて、マイティハークリーズを KO するのであったということでね、もうシンプルにね、このね、2プラのかっこよかったかなと思います。はい、でその後ですね、イデアマンの口から12人の長身の中には地上に興味があり下転してきたものもおり、決して一枚岩ではないことが明らかになります。まあ明らかになるというか、そんな雰囲気はもう出てましたよね、以前からね。で、しかし、同時にイデアマンは超人が抹殺されるかどうかは超人の在り方次第とも言い残して力尽きてしまいました。その言葉を聞いたフェニックスたちは、超人が生き残るかどうかは調和の神次第ということを理解し、空に佇む調和の神を見上げるのであったということですね。で次にですね、今後の予想なんですが、まあ次回はですね、新展開になるんじゃないかと思うんですが、超人側の方をね、ちょっとメインにね、お話ししていこうかと思います。まず一つ目なんですが、邪悪誤神の下転はっていうことで、最近これね、結構話題出してるよね、自分ね。はい、で相変わらず、まあ可能性自体はかなり低いかなっていうのは思ってて、まあそれを言い続けてきたわけなんですが、イデアマンの口からね、彼らが有能っていうことをね、有能であったことがね、明らかになったんでね、まあ、要は有能イコールレスラーとして強いっていう風には結びつかないとは思うんだけど、まあ、1人ぐらいね、下転する展開あってもいいんじゃないかなっていうのは最近ちょっとね、思っていますね。じゃあそのね、まあ、万が一邪悪神がね、下転するのであれば、誰がね、下転するかってことなんですが、まずは剛力の神ですかね。はい、ランページマンとは窮地の中でもあり、剛力チームもランページマン一人にね、殲滅、壊滅寸前まで追い込まれてしまっていたんで、まあ、この二人が戦う可能性っていうのは、まあ、なきにしもあらずかなとは思っています。まあ、よくも可愛がってくれたなみたいな、そんな感じですよね、ベタですけど。はい、ただね、この対戦が実現しても、まあそんなにね、長くはないかなと、剛力の神がね、負けるんじゃないかなとは思っています。むしろですね、その剛力の神の意思を受け継いだビッグボディがね、完全覚醒してランページマンに挑む流れなんですかね。だから全勝、まあ前座みたいな感じですかね。はい、あとでも言うんですが、この対戦カード実現する可能性はまだ残ってるんじゃないかなとは思っています。で、次に残虐の神ですね。はい、ソルジャーマンを失っておりですね、その責任をアタルに押し付けているわけなんですが、元はといえば、そんなソルジャーマンをですね、選んだのは残虐の神で、他のメンバーもね、はっきり言って力不足だったと言わざるを得ないですよね。はい、で剛力の神もあれだったんですけど、ビッグボディがね、覚醒してるんでね、まあ良かったんじゃないですか。でアタルの手柄をね、あたかもですね、自分の手柄のようにね、振る舞うのも残虐の神のキャラっぽいんですが、まあ、有能であるのであればね、もっとね、意地を見せてほしいかなとは思っています。ちなみにね、残虐の神が下転したらね、自分はタッグマッチになるんじゃないかなとは思ってるんですよね。根拠は全くないんですけどね、当たるとかと組むんですかね。はい、で次にですね、調和の神についてもお話ししていくんですが、調和の神はね、第350話の最後の場面では圧倒的な存在感を放っていたんじゃないかなとは思うんですよね。で第351話でもね、何らかのアクションを起こすんじゃないのかなとも思っています。で個人的にはこれね、他の方も結構言われてたんですが、ひょっとしたら超人としての姿を披露するんじゃないのかなとも思っているんですよ。タイミング
としてはちょうどいいんじゃないのかなとは思いますね。で、勝手な推測なんですが、その調和の神とあと登場すればですね、スーパーマンロードの神様のデザインっていうのはね、特にね力入れてんじゃないのかなと思うんで期待はしたいんですよね。まあ、もっと言うと調和の神のその長身としてのデザインっていうのは、その長身のシリーズ全体の評価に大きくね影響するんじゃないかとも思うんで、そういう点ではちょっとねドキドキしながらねデザインを待ちたいかなとは思うんですが、まあもっと引っ張るかもしれないですけどね、調和の神がそのデザイン、その長身のしての姿を披露するかっていうのはね。またそのこれも以前から言ってるんですが、調和の神からですね何かしらの提案が提示されるかもしれません。まあそのフェニックスのね提案を受け入れたんで、今度はこちらの提案を飲ませるみたいな感じですよね。でその際にはローマにね残りのね、その調和の神がいるローマに残りの長身が集結する展開もあり得るんじゃないかとも考えています。そうなるとまた対戦カードがどうなるかっていうのは真っさらな状態になるんで、ひょっとしたらそのランページマンとねビッグボディとの対戦っていう、そういった可能性も出てくるかもしれないですよね。まだそのマッスルインパクトも出していませんし、ただねただ言ってしまうとビッグボディもう結構ボロボロですよね。なんで3戦目があるかどうかわからんのですが、ある場合はさすがにまあ万全な状態になってから来るのかなとは思ってたりします。で、まあ最後にですね、こちらについても触れておきましょう。はい、神々の悩みについてですね。イディアマンは神には神なりの悩みがあるってことを言ってですね、ヒントは超人にありって、まあこれは悩みを解決するヒントってことでしょうかね。というね、知性の神の言葉も口にしていました。で、そこで気になるのが神の悩みですよね。今のところね、その手がかりにね、なりそうなのはイディアマンの回想シーンなんです。結構格をついてるんじゃないのかなとも思うんですが、要は神を超えた神に、なるべくスパーリングをしていたマイティハークリーズに向かって、知性の神はさらなる進化のヒントは超人にあるっていうことを話していました。さらなる進化を遂げようとしてるのは単純に向上心によるものなのか、そうならなければならない理由があったのか、まあはたまたですね超人を殲滅することと何か関係があるのか、そもそもなぜ超人を作り出したのかと、いろんなね疑問が出てくるんですが、考えられる答えの一つとしては、まあ、これもねさっと考えたやつですけど、まあ、シンプルにね、神はねやっぱ神である以上自身の分身である超人を作り出して地上を理想の世界にする使命みたいなものがあるんじゃないかなとは思うんですよね。でただその実際は自分たちが作り出した超人はお互いに争いあってですね、思うような結果がもうずっと、まあ、残せずにいる状況が続いてるみたいな感じなんですよ。でそのため神の中にはその原因としてやっぱり超人の生みの親であるその神自身がまだまだ力不足なんじゃないかなっていう考えに至った神もね、いたんじゃないかと思うんですよね。まあ、イディアマンがその中の一人だったんじゃないかなとは思うんですが、だからまあ鍛錬に励む、ものも、いたんじゃないかなと思います。まあ、スパーリングでどうにかなるかはちょっとわからないんですけれども、であとまあザ・ノトーリアスもおそらくその天上界にいる頃はイディアマンと同じ考えだったんじゃないかなと思います。ただやっぱ、下天をして調子になって、で直にですね超人の血を味わってしまったことによってですね、まあちょっとそのそれがゆえにその血への欲望に抗うことができなくなってしまったっていう、そういう状態になっちゃったかもしれないですね。はい、しかしその神のさらなる進化の鍵っていうのは、まあ自分たち神がね失敗作とかね見なそうとしていた超人たちの未知なる可能性の中にこそあったっていう、ちょっと皮肉な展開になるんじゃないかなっていうことで、まあこれに気づくことでその超人の存在意義について神々は再びね、まあ考えさせられるんじゃないかなっていうのはちょっと思っていたりもします。まだどうなるかはわからないんですけどね、現時点ではこんな風じゃないかなとは思っています。
。なおですね、まあ、大井争奪編の邪悪誤神のように、まあ、要は超進化とかそんなことはどうでもよくて、超人が神を超えて要は自身の立場が危うくなるのが恐ろしいから、まあ超人をね抹殺しようとするっていう神も中にはいるかなとは思うんですよね。バイコンがそれに近いんじゃないかなとはちょっと思ってたりし、わかんないですけどね。バイコンはだからプリズマンに敗れそうになって、その超人プリズマンの実力を認めるっていうことはほとんどなかったような気がするんですよ。それどころかもう絶対に滅ぼさんといかんっていうことを言い残して消滅してしまってるんでね、このあたりはもう少し描写がないとわからないところではあるんですがね、そういう点でもね351話ってストーリー上すごく重要なポイントになるんじゃないかなとは思うんでね、楽しみにしたいです。ということで今回このあたりで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。